まあ、ローラはもう逆に終わっちゃうんじゃないのっていう気はちょっとしますけどね、うん、こんなことに入ってきちゃって、うん、そうですね、はい、なんかちょっとそういうこと全然考えてませんっていうのがいい点だったみたいな感じがあったのね、うんうん、そうですね、政治的な発言をし始めてるっていう、うん、まあ、別に政治的な発言をするのはいいんですけど、うん、はい、まあ、それこそあの左界隈の、うん、あの捉え方が違うっていうことをツイートしてる人がいて、うん、はい、まあ、確かになと思ったんですよ、はい、鶴野武さんって元あの何じゃ仮面ライダーか、はい、違うウルトラマンか、うん、ウルトラマンダイナかなんかをやっていた、はい、鶴野武さんが、はいはい、あの安保法制の時かな、はい、そのなんか状況を知りたいというか、うん、もうね、いろいろなことを知りたいっていうことを言っただけなのに、はい、左界隈からすごいこう袋叩きにあったんですよ、うん、彼は保守っぽい、うん、ですよね、多分保守だと思いますよ、うん、はい、これあのツイートでそういうのがあったんですけど、はい、ローラが叩かれている、タレントが政治的発言をしてはいけないのかとおさよくさん界隈が騒いでいるけど、あんたら鶴野たけしの時はどうしたよ、安保法制で賛成の意見も聞きたい、日本死ねは悲しい気持ちになる、こう発言しただけで袋叩きにしたくせにっていう、まあ、こういうと、はい、としちゃん25さんっていう方がツイートして、うん、はい、まあ、ちょっとあのリツイートしたんですけど、うん、はい、確かにな、とそうそうそう、うん、彼らに鶴野さんは支持してますよ、多分あの僕が見た感じの意見では、うんうん、彼はすごいいいなと、ね、愛国心もある人だなと、ね、子育てを通じて、そうそうそう、はい、はい、いろいろな発信をされていますし、そうです、トラハチとかにも出てたし、うん、あのウィルのなんか対談じゃなくて、はい、の企画でも出てて、はいはい、それがあったりしました、はいはい、そうだ、こういうなんか違いが、はい、彼らからするともう反権力の、うん、もう安倍やめろみたいなこと言わないと、はい、ダメなんですね。そうです、もうだから左派はテレビと新聞を抑えてて、うん、そこで仕事を回し合ってるんですよね、うん、だからあんまり保守的なこと言うとこうテレビとかね外される可能性があるんで、うん、鶴野さんとかあんまり言えなくなってるっていうかね、うんうん、だと思うし、ちょっと言いかけてた小籔さんも外されたでしょ。あ、はい、だからね、あの今左翼の人たちが、うん、あの政治的な発言は全然もっとやっていいんだって言うけど、うん、本当に保守的な発言が増えちゃったら彼ら困るわけ。そうやるべきだとか言って、はい、多分香港さんとかもね、うん、割と保守なんだけど、まあ、あんまりテレビそういうのには出さない、関西とかじゃないと出れないんじゃないですか、うん、そうですね、関西で結構いろいろな発言をしてるようですけど、はいはい、香港さんめっちゃ保守なんだけど、うん、湘南で結構サーフィンやってるんだけど、あ、そうなんですか、そこのサーフィン界隈はみんな当然だけど原発反対なんだよね、はい、その界隈はサーファーだからやっぱりだし、左が多いんです、すごいよ、その中でね、なんでなんでしょうね、はい、あの自然と関わると、はい、そっちになるんです、まあ、サーファーは原発は絶対反対だよね、うん、そこは無条件で、ミュージシャンとか、はい、あ、ミュージシャンはね、うん、そうね、本当そうそうそう、ミュージシャンは多いですよ、はい、やっぱりそうです、なぜああなるのか分かんないですけど、ミュージシャンは反権力で、うん、行くのがミュージシャンっていう形になってるんでね、うん、反権力にしたってちょっとネジ飛んでんだろうみたいな、まあ、ネジ飛んでるからいい曲書けるのかもしれないですけどそうだから、まあ、ミュージシャンは、うん、まあ、多少しょうがねえなっていうふうには僕は思いますね、うん、本当にそれは、まあ、そういう政治的なところで、はい、なんだこいつみたいなところあるじゃないですか、はい、だけど、まああの人なら分かるなっていう人もいるし、うん、そうそうそう、杉蔵とかまさにそんな感じです、うん、ルナシーの杉蔵僕あのルナシーすごい好きなので、はい、あ、なるほどね、あの杉蔵も好きなんですけど、はいはいはい、やっぱ政治的なところに関しては、うん、ちょっと飛んでんなっていう、はいはい、そうのはありますね、はい、中途半端なんだよねみんなね、うん、またあのバンドマンのその左翼具合っていうか、うん、勉強具合が中途半端で、うん、もうしょうもないなって思うんだけど、本当にいや保守系のミュージシャンがいないわけじゃないんですけど、はい、うん、みんな隠してるでしょうね、まあね、なんかそういう感謝の言葉を述べてたらロックにならないもんねありがとうとか、そうそうそう、ありがとうとか親に感謝とか、親に感謝ってばっか言ってたら、それなんか破壊するとか壊すとか、うん、そういう既成概念をなんかこうぶち破るっていうのが、はい、やっぱりそのテーマというか、そういうところがあるので、はい、確かにそうですね。ロックで、ロックで感謝ばっかりしてた。そう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 
親のおかげとか言ってたら絶対ダメだよね親のおかげなんだ反権力だからこそっていうのは、はいはい、ありますね演歌だったらギリギリだよね。あ、演歌はやっぱり、演歌もやっぱ感謝、感謝ですよ、うん、演歌は、演歌はね、演歌大して知らないけど、はい、まあ、そういうところがありますね、はい、おふくろさんってあのね、うん、はい、孫とか、孫とかね、そう、それは保守だよね、うん、完全に保守だよね演歌で左って言ったら結構演歌どうかって言う、どうするのどうかって思うよね、うん、本当に、はい、なんでしょうね、うん、やりようがないですよね、反権力の変化とかそう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 、どう拳を利かしたらいいのか、はい、はい、まあそんなね、はい、辺野古での反対者、はい、この立憲民主とか、うん、ちょっとおかしいんじゃないか、はい、はい、いうのが、記事としてあったので、はい、これはやっぱまだまだ知らしめていかないといけないですよね、うん、はい、そうですね、あいつらの時にそれ動いてたんですよと、うんうん、一貫してるわけじゃないんですよと、そう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 、これはツイッターでガンガン言わなきゃダメだよね、うん、まあ、あの鳩山由紀はね、うん、ツイッターで批判されてたけどね、あんたが決めたことやろうとお前が決めたんだろうと、それやっぱもう中国からコマンド入力されたらそうそうそう、やらざるを得ない、ね、やらざるを得ないっていうね、うん、はい、本当はい、次行きましょうか、はい、フォトジャーナリスト、はい、広川隆一氏への、はい、MeToo 性的被害を訴えた女性が語る支配関係と業界改善の願いと、はい、これあのバズフィードがの記事なんですけど、もともとは今日発売の文春で、まあ著名なフォトジャーナリスト、まあ、人権派と呼ばれる、はい、この広川さんですか、はい、の性行為、うん、強要、はい、これを複数人が告発したということで、2004年3月にフォトジャーナリズム月刊誌デイズジャパンを創刊、ただ、経営難と自身の体調、はい、後継者不足等で2月で休刊するそうですね、はいはい、で出入りしている複数の女性に性的関係を迫っていた、はい、中には大学生アルバイトもいたと、うん、広川氏を尊敬していた女性たちは指導を受けられなくなるということや、業界で力を持つ人間に睨まれることに不安を覚え拒絶できなかったという全裸の姿を撮影された女性もいたと、うん、じゃあ一方でこの広川さん何て言ってるかというと、望まない人間を僕は無理やりホテルに連れて行きません、僕は魅力を感じたり憧れ、僕に魅力を感じたり憧れたりしたのであって、僕は職を利用したつもりはないと、なんかちょっとナルシスト感出てますよね。うん、でもなんかすげえおっさんだよね。75とかじゃない。いや、このおっさんに魅力感じてんだよ若い女性がと。うん、凄まじいですね。はい。はい、で、写真が下手だから、うん、個人的に教えてあげるよと。うん、まあ、そんなこと言って、うん、ホテルに呼び出したそうなんですね。はい、女の人を。はい、でカメラを持ってこいと言われたので、周辺に縁があるところで撮影するためホテルで待ち合わせるのかなと思っていましたと、うん、はい、でロビーについて電話すると部屋に上がってこいと、うん、で上がってみると、二言喋ったかもしれませんが、はい、じゃあベッドに座ってという感じであっという間にキスをされて押し倒されました、はい、ということで、うん、もうやられてしまったと、そうですね、はい、はい、いうことですね、うん、でさらにですよ、広川氏はデイズ編集部で些細なことで激高し、理不尽にスタッフを怒鳴ったり罵倒したりすることが何度もあったという、うん、もうパワハラまで、そうですね、はい、複合的に、はい、まあ、こういう手口で、さまざま、女性が被害に遭ったと、はい、セクハラじゃなくてこれ性暴力ですよね、性暴力ですね、はい、はい、強姦ですよね、うん、半ばだからまあ、はい、地位を利用したというか、うん、そうね、まあ、この業界で睨まれたらやっていけないから、増えないから、うん、これは卑怯ですよね、こんな、うん、こいつが言うほどこの人がモテたのかと。いや、モテないと思うんですよね。これね、うん、これこそ、じゃあ、左派がね、うん、MeToo 事件をやるべきじゃないですか。いや、今回は、うん、やっぱもう擁護のしようがないと見て、はい、これはダメですっていうのを結構いろんな人が言ってますよ。あ、なるほど。今回は。今回は。もういろんな人が証言してるでしょ。結構左翼も言ってる。もう無理だろうと。はい、擁護できねえだろうと。うん、なるほど。うん、いうことで。やってますね、はい、いやこれひどいですね、うん、最近なんかこういう性的暴力みたいな話で、うん、はい、ケビン・スペイシーとかも、あ、そうそうそう、もう訴えられてアメリカの映画界はもうものすごい出ましたからね、大変なことに、はい、しかもケビン・スペイシーが手出したのは男の子だったっていう、うん、もうちょっとね、うん、厳しいものがありますね、ちょっと厳しいものが、はい、あるんでね、はい、いやこれちょっと我々も気をつけないと、そうですね、全くそういった予兆もないですけどね